安倍側、安倍側、支え側、日本から叩く、もちろんそれを乗り越えたんだ。それは日本の考え方ではない。日本は世界の安倍側させたい。安倍側と、ある適正連の支え、そこに積極的に参加するだろう。それを変えれば、積極的な平和が必要と呼んでいるんだと。そう、多くの安倍が知って報道しました。それは安倍さんのように反省したんです。ところが、それは本当だろう。